永禄4年、1561年9月9日未明、現在の長野市千曲川と犀川に挟まれた川中島一帯で史上有名な戦いが始まろうとしていました。武田信玄と上杉謙信による第4次川中島の戦いです。弁声粛々夜川を渡る。漢詩に馴染みがない方もこの一節はお聞きになったことがあるかもしれませんね。川中島の戦いが起こった16世紀の後半からおよそ50年間、日本全土は各地で戦いが絶えず、戦国時代と呼ばれました。今年の企画構成番組は戦国城物語です。戦国の世に咲いた愛と別れと勇気の物語を城に託してお送りしたいと思います。はじめに川中島の戦いを上杉謙信の側から描いた川中島の陣と、武田信玄が育てた武田節の工夫を称えた武田節の剣舞をご覧ください。I'm not afraid.
Thank you.